今もう眉一つだけでもすごい一生懸命にやってくれてる方が前後であるんですけど、やっぱり前向きに元気に眉を描いてる人はすっごく顔色変わってきますから、運気が上がる人の合計だから、下がる人はこういうことです。汚い、怖い、硬い、臭い、暗い。まあ私は汚くない、私は怖くない、私は硬くない、臭くない、暗くないって思ってる人は多いと思います。大変だと思います。ところがメイク一つでこの暗いっていうメイクを醸し出してる人はたくさんいらっしゃいます。例えば眉一つの作り方でこの怖いってきついって思われてる方もいらっしゃいます。硬いっていうのもそうです。パーフェクトにメイクすればね、硬くなるんですよ。人っていうのは抜け感がいるので、なんかしないけど雰囲気いいな、あの人になんかついていきたいなと思う時っていうのは、メイクはこういうことですね。綺麗、美しい、可愛い、優しい、柔らかい、親しみがある、これ大事なんですよ、ね、で良い香りで明るい。香水とかも最近あんまりどうですか？あんまり香水きつくないでしょ。最近アロマとかこれ出てるでしょ。昔は香水つけまくってたでしょ、ね、そういう科学的なものがもう嫌になってきてるんですね、皆さんね。だからいい香り、これは化粧品でも香りを嗅ぐ人非常に多いです。だからファンデーションつけた時にね、香りすごく大事です。